みなこんにちは、ハリーです。ボンディラッシュとしてが今回なんですけれども、全然こんにちはマブイッツヒッカクするなよいしょ。さあ皆さん、マブがですね、情報修正することが決まりました。いやー、嬉しいのか悲しいのか。だってさ、ビッグワン持ってる人からしてみたらさ、なんか全然2年くらい復刻しなかったから、レアキャラクターみたいになってない？なんか映画キャラクターとか今までね、復刻したことがなかったからさ、バレットとかね、すっごい貴重だったよねとかっていうのが1年前の話だったんですけど、もうなんか普通に復刻するようになってきてんじゃん、映画キャラクターたちって。だからなんかレア感ちょっと薄れてきてたんだけどね、まさかの今レア感がある2体のキャラクターがいます。そう、ビッグマム、青カイドこの二人のうちビッグマムがですね、情報修正するっていうことで、これはもうほぼ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 で復刻するでしょうとなってきたらさ、いつ復刻するのか、みんなこれ期待してるんじゃないですか。もうなんだったら黒ひげが復刻したあの日にねなぜ復刻しなかったビッグマム、このタイミングじゃないのねおねえみたいになっちゃいましたけど、いやだからビッグマムの復刻時期がね、全く分かんなくなったっていうことで、早速ね、過去の傾向を見ながら見ていきたいと思います。早速ってこう、まずですね、みんな見ていきたいのが、ちょっとガチャ多くないっていう問題。今さ、ガチャむちゃくちゃ来てんのよ。ガチャなんかガチャガチャしちゃってるわけ。例えばね、今ガチャ見てほしいんだけどさ、この前回来ました黒ひげのガチャね。でこれチケット引くと、そういえばそうだったね、これこっちのガチャもあるんだったね。フェス限キャラクター当たるガチャだっけ。あ、そうだよね、チケット余ったらこっち引いてねみたいな感じか。あ、意外といいな黒ひげが赤属性で効いてますし、シャンクスも復刻してるし、ベティちゃんの新キャラクターの更新もあるし、ロジャー船長もある、三軸のホワイトでキングの 1.3 億ダウンロードってことで、今6つ来てるんだよねガチャが。多すぎるよね。まあ、どれ引いたいのかっていうのは前回の動画見てください、そっちの動画詳しく紹介してるんですが、いや簡単に何を言いたいかと言いますと、このねガチャがスーパー多い時に、そんな超ベースゲンキャラクターのガチャなんて来るのかっていう話ですよ。なんだったらさ、今来てる黒ひげのガチャあるでしょ、なんと3月19日火曜日までという、前代未聞のめちゃくちゃ短いガチャになっちゃったわけ。びっくりだよね。こういうことはなんか流れを考えてみてもさ、ははめちゃくちゃ復刻すんじゃないのみたいな期待も高まってんのよ。黒ひげだけじゃなくてビッグマムとか、それこそね次だったアオシャンクスとか、なんか過去の旧キャラクターたちが復刻してビッグマムに繋がるんじゃないのみたいな予想もされてるわけよ。めちゃくちゃ楽しみだよねそれもね。ということで、過去の傾向から見ていきたいのは、超別にキャラクターとか復刻がいっぱい来たことはあるのかっていうことをね、ちょっと見ていきたいと思います。早速やっていきたいんですけど、ということで、まずさかのぼること、2020年8月18日それがですね、こちらオイステー 1.5 周年アニバーサリー超バウンティーフェス開幕。よし、ありがとうございます。なんと超レジェンダリーキャラクター、もう星音のマーシャル DT チ君とシャンクスが、登場してるよっていう 1.5 周年アニバーサリーのガチャが来てました。でこれねすごいのよ、バウンティーチケットが手に入るでしょ、最後のガチャを引くことによって。でこのガチャをすることによってね、チケットの方で当たるよみたいなシステムになってたんだけどさ、激アツだよね今考えてみたらね。超越戦キャラクター2人が入ったガチャだよ。だから今で言う誰だろうね、ロジャーとキッタンドローみたいな、いや絶対引いちゃうそんなの。だちょっと昔だったらそうだね、ロジャーとおでんとかね、なんかそこら辺のガチャとか、1個前だったらキッタンドローとニカみたいなね、こういう超越戦キャラクターたちがペアになったガチャがね登場してたわけ。すっごいガチャガチャしてるよね。このねガチャが登場して、超無線キャラクターのビッグマムへと繋がるわけなんですよ。で8月の18日にこれ復刻してますけど、ビッグマムが登場したのが 1.5 周年アニバーサリーキャンペーン、超無線キャラクタービッグマムって言って8月25日に復刻してるんですよ。1週間だったんだよね。で今回さ、マーシャル DT 値見てほしいんだけど、4日間しかないということで、これよりはちょっと長かったね。でも1週間だってめっちゃ短いね。さあ続いていきましょう、超無線キャラクターが重なった時いつだったのか。時はちょっと立ちまして2周年アニバーサリー直前の12月、なんと12月3日に全世界3000万ダウンロード記念イベント、スーパースペシャルガチャ超無線キャラクター3体まとめガチャ登場。
すごくないこれ。まあまあ、シャンクス黒ひげっていうね、かっこよキャラクターが3人も入りました。ガチャでございます。すごいよね。10枚集めるとステップ1のレジェンダリーキャラクターが1体確定、30枚集めると3ステップ目の超レジェンダリーキャラクターが1体確定するよっていうガチャになってました。激アツでした。この中から1体選ぶことできないんですけど、1体当たるよってガチャになってたし、で一応ね12月3日になると、なんとシャンクスがですね復刻しました。そしてその3体のガチャも一緒に来てたっていう形になってたんだよね。でちなみにシャンクスが復刻したのが12月の3日だけど、なんとそこから1週間経ちまして12月の10日になりますと、なんと3000万ダウンロード第2弾として黒ひげが復刻してます。そしてもちろんこの流れでいくと、7日後の17日はビッグマムが復刻してるわけなんだよね。これがイケアツだったね。なんか1週間ごとに超絶キャラクターが復刻していて、その期間の間3体が確実に当たるよっていうガチャが来てたっていうことで、最高でね2体一気にゲットできるよっていうね、課金者はイベントになってたんじゃないでしょうか。いやすごすぎたねこれね、まあ、こんな感じで超絶キャラクター来るんだったら1週間奥に来たりとかするのかな。でもさ、ゆっくり考えてみたとしてもさ、黒ひげのガチャが19日までの4日間しかないっていうことで、ワンチャンねこれ4日間達しちゃうとね、19日からちょうど23日になるんですよ。19日も入れてるので、なので19、20、21の3日間の更新となれば、おそらくですね21日のイベント更新に合わせて挑戦キャラクターが1体、その前にもう1っていう感じになるんじゃないかなと思います。いやーこれちょっとワクワクでしょ、挑戦キャラクターまとめガチャ。ちなみに 1.5 周年の時と2周年直前のダウンロード記念イベントに来てたっていうことも頭に入れといてね、みんな。例えば最近あるものだとさ、1月18日に5周年キャンペーン第3弾としてゾロくんが来てるけど、なんとその前にね1月10日第2弾としてニカが復刻してるし、5周年記念第1弾の方ではなんとね新超無線キャラクター A3 ヤマトが登場してるって形になってて、1週間というかちょっと10日後くらいかにね登場してるって感じがするよね。でまた面白いのがさ、 A3 ヤマトの前だよね、超無線キャラクター復刻してたよね。それが 1.2 億ダウンロードでした。第1弾の方ではカイドウが、第2弾ではキッド&ローがっていう形で復刻して、キッド&ローは26日、カイドウの方が12月の5日ということで、かなり長いね間になってチョブ戦キャラクターを復刻してたっていう形になってたよね。でちなみにこれもさ、普通のチョブ戦キャラクターじゃなくて環境で使えるかなり強いチョブ戦キャラクターの復刻だったから、1ヶ月くらいね間が空いてるっていうこともありえるんじゃないかなと思います。いやこれはちょっと面白いよね。あとはなんかダウンロード系だよね。 1.1 億ダウンロードのキャンペーン第1弾がロジャー船長、その後第2弾が青シャンクスの復刻、そして第3弾が待望のゼファー先生という形になってたし、その後はね11月に誕生日を迎えてます、11月3日ヤマト復刻という感じでね、ヤマトまで復刻してるわけだよ。4人続いたね。これも連続で復刻するなんてすごすぎるよね。でその 1.1 億ダウンロードの前だったらさ、1億ダウンロードキャンペーンが行われてたじゃん。ニカが登場したんだけど、このニカ登場っていうのが8月の23日になってたんだけどさ、その前だよね、レッドシャンクスが復刻してたし、なんとあのキャラクターも誕生日迎えてます。8月16日杯誕生日復刻、その前がねようやくレッドシャンクス1周年のシャンクスだったわけで、もうここ3人続いてんのよ。なんだったらまだあってさ、 4.5 周年記念イベントとして第1、第2弾の方でおでん、第1弾の方では今も活躍するキッド&ローだったし、このキッド&ローの直前だよね、ようやく環境が終わったという、このビッグマムが 4.5 周年として復刻してました。さあという感じでですね、なんと挑戦キャラクターが復刻するタイミングっていうのはもうギューッと詰めてくるか、弱いキャラクターだから1週間とかで一気に終わらせてくるかっていうパターンがありえるんだよね。いや今の傾向を見てもらった通り、超無線キャラクターが復刻するならね、超無線キャラクター復刻もしマムだった場合はもしかしたらね情報修正されるかな、ちょっと期間を空けて復刻する可能性がありえるんじゃないかなと僕思ってます。なのでここ最近のねイベント更新の予定を見ていくと、はい、ということでガチャの更新日になってるんですが、19日がマーシャル DT1 の更新、そして28日がシャンクスの更新、同じく28日がこのベティちゃんの更新、そしてロジャー船長がその前の26日、25日がホワイトで 1.3 億ダウンロードが21日となってますので、まあ、今カレンダーで見てもらっている通りなんだよね更新日が。となってくると多分この日のどこかで復刻するかっていうパターンと、ちょっと強くなってね情報修正があるっていうこと、1ヶ月後とかに復刻するっていうパターンもありえると思うんだよね。
というのもさ、去年の情報修正のキャラクターみんな覚えてるかな。そう、青シャンクスと黒ひげだったよね。青シャンクスに関しては誕生日だからっていうこともあって1ヶ月遅れで情報修正の後に復刻してたということになってたわけで、まあ、ちょっとね時間を置いてね復刻するっていう可能性は高いんじゃないかなと僕は思います。なので今回で言うと21日のねイベント更新が次大型として期待されているわけだし、マーシャル DTH の更新日19日っていう風になってますけど、この2つの可能性ももちろんある。特に19日の方はもっとあり得ると思う。マーシャル DTH がね更新になるということで、この TH の更新に合わせて来るパターンか、21日の情報修正更新の時と合わせて来るパターンか、この2択だよね。でさらにここにプラスして1ヶ月後となる4月に復刻するという形も全然あり得るんじゃないかなと思います。ただちなみにねバウンティラッシュの中では4月で復刻するっていうパターンがほとんどないです、傾向として。なので4月の復刻期待するというよりかは、まあ1ヶ月後のね5月になるとカイドウの誕生日が1日、5日がルフィの誕生日、復刻の可能性も全然ありえるからね。でね、ちなみにゴールデンウィークになっちゃうとビッグマムがねゴールデンウィークでこの復刻してたっていうこともあったんだよね。ただ前回復刻したのが2022年の2月15日、ビッグマム誕生日の時に復刻して以来復刻してないということで、この日ではないんだけど、この復刻の前の年だよね、なんとビッグママゴールデンウィークに復刻してます。このゴールデンウィークでの復刻のタイミングでちょうどねビッグママが登場っていう形も全然ありえるんじゃないかなと思うので、候補としては今月だったら19日21日、そして大型のイベント更新になりますベティのところの28日、シャンクスのところの28日、それかロジャー船長の更新日になる26日、はたまた5月まで延長しましてゴールデンウィークでの復刻、これが過去の傾向をもとにしたビッグマム復刻日になってくるんじゃないかな。いやむっちゃくちゃ楽しみだね。みんなはどこで復刻してほしい？個人的には、まあ、ビッグマムはシャンクスと黒ひげ同様にね1ヶ月とか遅れて復刻するんじゃないかなと僕思ってるので、まあ、ぶっちゃけた話を言うとまだちょっと復刻しないんじゃないかなと思ってます。ただねこの黒ひげが来ているっていうこともあって、この黒ひげのね直近の更新日も昔さ週間ごとに更新してたっていうこともあったじゃん。だからもしかしたら21日ね19日更新になってますけど、黒ひげが登場したのは 1.3 億ダウンロード第3弾3月15日に復刻してるっていうことなので、この3月15日から1週間後の3月22日または21日の更新の日に復刻するという形も全然あり得るんじゃないかなと思います。ぜひみんな復刻楽しみにしておいてください。ビッグマム復刻したらね引いた方がいいのかみたいな話になってくるんですが、またそれはね情報修正してから引くべきか引かないべきかっていうのを話していきたいんだけど、まあ今考えられる段階でね引くべきか引かないべきかって話になってきます。結論から言っておくと、ダイヤに余裕がある人は引いた方がいいっていう、そういうレベルだと僕は思います。まあ去年もね青シャンクスと黒ひげが強くなりまして復刻したりとかしてるんですが、正直環境の中ではランキングに入ってくるキャラクターではありませんでした。まあ青シャンクスの方もねかろうじてギリギリ B とか A とか入ってくるような客体にはなってたんだけど、まあ、それでもね SS とか S クラスとかに入ってくるようなキャラクターのランキングにはならなかったんだよね。と考えてみたら今回もねワンちゃん情報修正しただけで全然シャンクスに歯が立たないような性能になってきてるので、破棄解除とかないしね。なのでもう、まあ、ちょっとビッグマム苦しいんじゃないかなと僕は思ってます、まあ、ただ今回ちょっと注目したいのが、青シャンクスはアタッカー、黒ひげはディフェンダーだったけど、ビッグマムはゲッターでしょ。今環境的にもさゲッターってかなり活躍できる環境だし、なおかつねその環境活躍しやすいようにさ吹っ飛ばしを持ってる貫通も持ったっていうこともあったりとか、妨害できるしね、あと自分の感電状態放電状態っていうんだけど、あの放電状態まとう時間も長くなったりとかっていうことで、果たしにしやすくなってるんだよね。ダメージ減少とかもあってやられにくくなってるし、ということも考えてみるとわーちゃんねこれで活躍する可能性もありえる。 SS とかまではいかないけど S プラスとか AS とかに入ってくるようなランキングキャラクターになってくる可能性も十分ありえると思うんだよね。まああとは情報修正された時どんだけ強いかってことにちょっと注目してほしいんだけど、まあ、ただねいやーここ楽しみだよね。現状ではまあ、ちょっとねって思う感じかなと思います。ただビッグマムに関しては、まあ、久しぶりの復刻っていうこともあってダイヤ数がねかなり少なくなって出てくるんじゃないかなと思ってて、まあ、前回ね青シャンクスが復刻した時も800個だったっけ情報修正された時って。で今回黒ひげが復刻したけどさこれも800個でしょ。だからワンチャンね青ビッグマムは1000個とか800個とかそのくらいになってくるんじゃないかな。まあゲッターってこともあるからワンチャン1000個っていう可能性はありえそうだよね。なのでダイヤが3000個とか4000個とかめ
めちゃめちゃ余裕があるよっていう人はダイヤとかに狙っていってもいいと思うよ。まあ、ただ復刻した時にチケットとかねあると思うから、そのチケットとかでもゲットするのおすすめなので、美課金者課金者の人持ってない人結構レアなキャラクターですよ。ゲットするのも考えてみてください。まあビッグマムに関してまあいろいろね他にも言いたいことがあるんだよね。あのメダルあるじゃん、ビッグマムってメダルが優秀なのよ。これがまたこれね、体力 70% 以上の時ダッシュ速度が 8% 増加するよってメダルになってんだけど、これさタグが優秀なの、ほら見てめっちゃあるでしょ。スキル1、スキル2も短縮しつつ、パラミシアとかで回避、そして船長の片足速度いいよね。ここら辺全部合うよね。4攻で与えるダメージ増加、シャーロット家で与えるダメージの増加、さらにはロックス海賊なんで受けるダメージも減少ってことで、このねロックスを合わせたマム3種めちゃくちゃ強いです。これとかもいいですよね。そしてこっちもいいよね。まあ、ロックス海賊団の目のとこに合わせんだったら式とかもいいか、果たし速度増加するしね。ヘッダーモードにはねかなり向いてるメダルになってるんじゃない。これとかカイドウもいいよね。はい、という感じでですね、ビッグマムはメダルもいいんです。ビッグマム情報修正したらおそらくねみんな使い始めると思うから、リーグとかでもねメダルがゲットしやすくなると思うからさ、みんなちょっとその時だけ潜って メダルのお裾分けちょっといただいちゃおうぜ。俺も無課金だったら絶対潜るもんな。これはい、ということで見ていきました。どうでしたでしょうか、ビッグマムのね復刻する日っていうのをまとめていきました。過去の傾向を元にした感じでは超面戦キャラクターが連続で来るっていう可能性も全然あり得るので、おそらくね今週中または来週中、フェス元キャラの更新の日、そしてゴールデンウィーク、そこら辺では復刻するんじゃないかなと思ってます。ただねここまで情報修正したキャラクターなので結構ねみんな欲しいと思うし、まあ、復刻したら、まあ、引く人も多いんじゃないかなと思うのでね、利上げも狙ってくるでしょう。見てくれ楽しみにして待っててください。見ていただきましょう。次の動画でまた。